エンハイペンが、緊張感あふれるストーリー展開を予告した。エンハイペンは6月21日0時、ハイブラベル公式チャンネルを通じてセカンドフルアルバムロマンス、アントールドのコンセプトシネマ、アントールドコンセプトキネマ、の予告映像を公開した。映像は、ブラインド越しに窓の外を見つめるヒスンの姿で始まる。続いて、荷物をまとめてどこかに移動するエンハイペンの姿が見える。 メンバーたちの硬い表情からは悲壮感が漂い、劇場的な弦楽器の旋律が合わさって緊張感を醸し出す。特にハイ廃ンの銃撃シーンは圧巻だ。メンバーたちのリアルなアクションとカリスマ性あふれる表情の演技が没入感を高める。激しいアクションと対照的な彼らの平和なひとときを描いたシーンも登場し、好奇心をくすぐる中、映像は自動車がビルと衝突して終わりを迎える。 約28秒の短い映像にもかかわらず、エンハイペンとイチュンヒョン監督の強みが存分に発揮されている。ダークファンタジーのコンセプトでユニークな音楽カラーを見せてきたエンハイペンとイチュンヒョン監督特有のノワールコードが合わさって、完成度の高い作品を期待させる。エンハイペンはこれまでアルバムの主なメッセージを視覚化して映像で制作したコンセプト,トレーラーを披露してきた。ロマンス、アントールド。 は、エンハイペンが2年9ヶ月ぶりに披露するフルアルバムであるだけに、このスケールを拡大して短編映画の形で制作した。その成果物である、アントールドコンセプトシネマは22日、映画館で見ることができる。団体観覧イベント、アントールドコンセプトシネマプレミアイベントで一部の演芸ね、a h i g h p のファンに先行公開した後、23日にハイブラベルの YouTube チャンネルを通じて正式公開される。